伊勢鉄道株式会社とは、三重県鈴鹿市に本社を置き、旧日本国有鉄道特定地方交通線の鉄道路線であった伊勢線を運営している三重県及び関係市長、民間企業出資による第三セクター方式の鉄道会社である。詳細は、伊勢鉄道伊勢線を、三省源優路線伊勢線、河原田駅津駅ロメートル保有路線は、 比較的短い距離だが、両端を東海旅客鉄道の関西本線と帰省本線に挟まれ、特急、南紀や快速、三重といった中、長距離の速達列車が本来の建設目的である、両線間を短絡線的に通過する直通運転を行っており、名古屋と津、松阪、賭場、南紀方面等を結ぶ路線の一部分を担っている。路線は、 河原田中世駒が、伏線、中世骨間が単線となっている。旧国鉄時代より、線路の用地が確保されており、伊勢鉄道開業後に一部伏線化されている。それ以外の単線区間である中世骨間でも、中世小伊勢上野間のトンネルや伊勢上野津間の高架橋などほぼ全線にわたって、伏線の用地が確保されているが、この区間の伏線化は、現在も、 白紙状態である。自社車両の形式は、以下の通り伊勢形となっている。もっぱら普通列車にのみ使われており、特急、南紀や快速、三重に使う車両は所有していない。伊勢3型詳細は、伊勢鉄道伊勢3型機動車を参照伊勢 I 型、伊勢2型の老朽化による置き換え用に、富士重工業及び新潟トランシスで製造された、軽快機動車である。車体は、 軽量ステンレス製となり18メートル級に大型化された。走行性能も最高運転速度時速100キロメートルと従来車の時速80キロメートルに比べ大幅に向上している。2003年2月17日に営業運転を開始した。伊勢合型、伊勢2型と同様に走行距離が短いことからトイレは設置されていない。旅客用扉は 従来の折戸から片開き引き戸に変更された。現在伊勢鉄道の列車として運行されている列車はすべてこの伊勢3型を使用している。101は鉄道車両事業から撤退した富士重工業最後の機動車でもある。2009年から2010年にかけて ATSPT の設置工事を行った。伊勢愛型詳細は伊勢鉄道伊勢愛型機動車を 参照1987年3月27日の伊勢鉄道開業用に申請されたもので、富士中工業が開発した軽快機動車 LE カーリーシリーズである。車体は15.5メートル、前面は非貫通構造で、運転台は中央に配置されている。老朽化のため、2004年12月31日、限りで運用を終了、全車が廃車となり、 ミャンマーに輸出された。ミャンマーでは赤と白の塗装に変更した上で使用されている。伊勢通型詳細は伊勢鉄道伊勢愛型機動車を参照1989年に一両のみ増備された富士重工業製 l E カーリンシリーズの軽快機動車である。前面が貫通型となったのが伊勢愛型と異なる。2005年9月30日で営業運転を終了。 廃車となる予定だったが、申請者伊勢104が搬入時に車体の一部を破損したため、継続運転されていた。同年12月18日に営業運転終了。ありがとうございます。